んにちは。おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。はい、今ナイトダイビングのね、そう、動画の声入れをするんですけど、はい、今朝の6時なんで。早いですね。はい。はい、これは最近あのナイトダイビングちょっと押していこうと思って、はいはい、夏来ますしね。そうですね、はい、動画ちょっと昔のもあったりするんですけれども、はいはい、まずカエルアンコウから紹介していきたいと思います、はい。まあ、これ夜だからっていうわけじゃないですけど、本当そうですよね、うん、日中もこんな動きしてますよね。寝てんのか。日中も夜もこんな動きしてるってこともアクティブですよ ね、はい、誰寝ない人ってことですか、うん、ずっと遊んでる人みたいなたまにいるじゃないですか。はいはいはい。うちにはいないですね。うちはみんな結構寝ますね、早くて。そうですね。朝早い。はい、徳安くんみたいな感じですね。ああ、そんな感じですか。この子も同じだね。同じですね。うん、この子もまあよく動くんですよ。この人ちょっと荒れてるっていうのもあるんですけどね。あ、確かに荒れてますね。はい。結構花ちゃんとかもそういうタイプかもしれないですね。あ、寝ない人。寝ないで遊ぶタイプで。若いっていうのもありますよね。確かにそうですね。はい、若い。これ、なんかまあ、甲殻類とかね、やっぱ夜多かったりするんでね。はい、そうですね。珍しいね。はい。いつも見れないのに結構いますからね。いますいます。はい、面白いですね、やっぱ。砂地とか散策すると。うん、はい。これはあの、これ去年なんですけど、ほんと。夏のいとこが4匹、うん、ありましたね。くっついちゃってるの、みんなで何ですか、うん、これ、ね、こういうのってでも写真に撮ったりすると難しいんですよね。難しいですね。どこにどうピント持ってくるかみたいな。ほんとそうです、ほんとそうです、うん、夜になるとあの襲ってくる平たいですよ、うん、はい、って言ってましたね、これね。マジやばいです。ライトを照らしてしまうと、もううわやってきますからね。なんか脱がライトに突っ込んでくるのはそういう感覚の話なんですかね。ああ、もうその虫がライトに寄ってくるみたいな。わ、本能的に寄っちゃうみたいな。そうですよね。自分寄りたくないけど、うん、敵と思うのかご飯と思うのか。あ、はい、でも僕たちもね、まあ、例えば僕たちも陸で急にこんな感じでパーってライトがついたら、はい、なんとなく行ってみたりするじゃないですか。確かに。ちょっと怖い気持ちもありながら。確かにそうですね。そんな感じなのかもしれないですね。興味本位で寄っていっちゃうっていう、はいはい、そういうことなのかなって。まあ確かにそうです。ここはあのもう一個はそのとんでもないカビだっていうカワハギですね。なんだっけ、この奥に何匹いたんだっけ。数百匹いる。それはないです。え、すごいですよ、本当に。もう壁です、壁。だってここにまだ7匹10匹ぐらいしか見えてないのに、奥に数百匹。びっくり。これ嘘はダメよ。嘘じゃないです。ライト当たってるのがたまたまここなだけで。すごいです、はい、いろんなね、こういうナイト面白いことが起きる。はい、はい、水曜日もありますね、来週の。あります、あります、はい、ぜひナイト来てください。はい、遊びに来てください、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。